俺が目の前に？どうして私が？おいおいおい、お前ら！うわ、ちびすけのやつ、なんか荒れてね。そうね。つーか、こんなの許されるわけねえだろ！変なもん拾い食いして腹でも暮らしたんか？まあ許せねえよな、自分の愚かさが。ちげえよ、愚かじゃねえし、拾い食いなんかするか！ちゃんと話聞け、このヘッポコ！お大事に。じゃ、モニター蹴るぞ。待て待て待て！会話もろくにできねえのか、お前は！どうしたの、オルア？何かあった？何かあった？じゃねえよ！これ見ろっつーの！おお、もう 9% もクリアしてんじゃん。最初は全然クリアできなかったのにな。ふふん、私たちの実力なら当然よ。そこじゃねえよ、節穴コンビ。下、その下見ろっつーの。その下、恋愛青春。うわー、興味ねえわ。一番下も 0% じゃねえか。学習診断、都市伝説しか頭になくて完全にスルーしてた。チュートリアル終わったのに 0% ってどういうことだよ。こんなの超絶美少女ナビゲーターの僕が許すわけねえだろ。そっか、自分の顔も知らねえとは。家に鏡すらねえんだな、かわいそうに。はぁ、水たまりでも自分の顔確認できっから、今度ちゃんと見とけ。お前の目が腐ってんだよ。どっからどう見ても超絶美少女の極みだろ。んじゃ、ちびすけ、モニター開けんぞ。ぐんぬ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 ん。ちびすけ、ちびすけ言ってんじゃねえよ。もう頭きたっつーの。あ、ルアー。いや、お前何勝手にボタン押して。0%なんてナビゲーターの僕が許すわけねえだろ。さっさと恋愛青春ミッションプレイしてクリアしてこい。ルア、ちょっと待って。仮想現実恋愛青春のランダムミッションが選択されました。10秒後に転送を開始します。男女の性別が入れ替わり、24時間誰にもバレずに朝まで過ごせ。バッチリ転送されてるし、てか恋愛青春ミッションとかハードル高すぎんだろ。え、何この声。そうね、私も恋愛経験なんてないし。って、え、これユーマの声。 え、なんで俺が目の前に。どうして私が。おいおい、これってもしかして。ドッペルゲンガー。違うだろ。じゃあ何を。俺たちの中身が入れ替わってんだよ。え、あ、ほんとだ、私の体がユーマになってる。って、え、なにこの体。痛い、頭が割れるって。え、何やってんのお前。あんたどんな体で生きてんのよ。無理、肩が痛いってば。何時、この体何時なの。いや、1時ですけど。って豪快に発射してますけど。俺の体100体以上の悪霊に取り憑かれて呪われまくってるし、つーか普段こんな羽生えたみたいな体で生活してりゃそりゃ。大丈夫か、きつい思いさせて悪い。大丈夫。てかこのミッションのクリア条件って。男女の性別が入れ替わったのを24時間誰にもバレずに朝まで過ごせだって。え、24時間。待て、どっからどう見てもこれ朝の登校中だよな。墓の体調も持ちそうにねえし、つうか学校でこれはヤバすぎだろ。トイレは、着替えはどうすんだよ。学校休むぞ。無理よ、そういうの対策されてるし。え、普段通りの生活しないとクリアにならないって書いてる。マジっすか。行くしかないわ。うー、頭痛いよ。フラフラですけど。ボケなす、こんなのどうってこと。一歩しか進んでねえよ。保健室で休む。体調良くなるまで寝てていいわよ。先生、ちょっと職員室行かなきゃだから。はい。横になって休んでろ。うん。ベッドの足が折れて。校庭からサッカーボール。黒髪くん、ちょっと不幸すぎない。大丈夫。俺的超絶あるある。何この人生。教室に行くと。つーか、墓は保健室で寝てるからバレねえとして、俺は大丈夫なのか。足元スースーするし、見た目墓だし、うまく立ち回れる気なんて1ミリも。サンズ川さん、おはよう。おはよう。こいつはクラスメイトの出雲司さ。こいつと委員長だけはなぜか俺にも普通に接してくれんだけど。え、おう。やっべ、ついいつもの癖で。おはよう、出雲くん。バレてねえよな。サンズ川さん。はい。落ち着け、俺これ以上ミスしなきゃ大丈夫だ。そこユーマの席だけど。え、ちょっと気分転換で。気分転換？なんでもない。今日も暑いよね。何やってんだ俺は。席間違えるとかテンパりすぎだろ。
え、何あの負のオーラ。今日の黒髪いつにも増してキモくね。はか、あいつ無茶して。ん、どうした。トイレも着替えも禁止だから。わかってるって。体触るのも禁止。お、おう。もし破ったらどうなるか分かってるな。はい。あんな体調なのに心配すぎて戻ってきたとか。ユーマ、空気よどんでるけど大丈夫？大丈夫。小テストをやる。やばい、ユーマとして国語の小テストを受けることになるなんて。体調悪くても頑張らなきゃ。はい、そこまで。後ろの人と答案を交換して採点してください。後ろ？うん、ほら答案用紙。はい。自信ねえのか。喋り方聞かれたらどうすんのよ。自信あるし、私の名推理を舐めるの。は？問1、防戦 A より早朝に嵐山へ向かった夫婦の心情を答えよ。答え、嵐山の渡月橋を恋人と渡るとき、後ろを振り返ってしまうと恋人と破局するという都市伝説があります。この都市伝説は強力だから、夫婦でも呪われる可能性はありますか？え、何これ、都市伝説？夫婦の心情どこ行った？しかも問2問い返す答案初めて見たんですけど。問2、清水の舞台から飛び降りるの意味を答えよ。答え、清水の舞台は死の舞台とも恐れられ、その昔は死体収容地だったこともあって、死体を捨てるために棚を突き出させたという都市伝説はあまりにも有名ですね。いや、知識の方向性。何これ、あいつまた回答全部都市伝説になってんじゃん。バツ、これもこれもバツ。いや、八尺様まで出てきてるし。ははウケる。ほれ、採点終わったぞ。うユーマ、テストどうだった？え？いつも隠すじゃん。もしかして90点以上だったりして。たまには見せてよ。あ、いや、これは…え？18点。え？黒髪くんが18点？絶対そんなこと。あいつやっぱりバカだったんだ。バカだから今までテスト結果誰にも見せなかったんだ。おまけに悪霊まみれだし、キモすぎ。わあ、サンズ川さんすごいですね。100点じゃないですか。え？やっべえ、委員長には前に一度俺の成績見られてて。あのいつも珍回答連発のサンズ川さんが？テスト結果でも私たちを癒してくれるあのサンズ川さんが？違うの、あれはユーマの。でも今日の二人なんだかおかしくないですか？おかしくなんてないぜ。ほら、その喋り方も。そう言われてみれば確かに。全然おかしくないですよ。いえ、かなり変です。テストの点数、そして不自然なリアクション、まるで二人の中身が入れ替わ。そんなわけないじゃん。そう、気のせいだって。でも、あ、ほら、チャイム鳴ったし、委員長、次の授業の準備。わかりました。次はプールですし、遅れるわけにいかないですもんね。プール？水着に着替える。休校舎まで来る必要あります？あるの。ユーマのせいでバレるところだった。それお互い様じゃね。うるさい、早く目つむれ。はい。もっと。こうか。もっとって言ってるでしょ。薄目開けて私の体見たら許さないからね。見ねえって。つーか、目の前に俺の顔あんのすげえキモいし、墓に着替えさせられてるとか斬新すぎて。これ以上言うな変態。上に誰かいるのか？え、なあ、って、やば、目開けちまった。いや、違う、これは事故だから。は？見たでしょ。見てません、何も見てません。 100% 解放。いや、死ぬって。俺も墓も死ぬって。元よりそのつもりを。異能力100式の3。いや、使うとこ間違ってる、間違ってるから。え、墓？家に連れて帰る。やめて、これ以上体に刀を突き刺さないで。起きたか？連れて帰るの大変だったんだぞ。何今の悪夢。ユーマ、こんなの毎日見てるの？そっか、私気を失ってごめん。まあ学校にいるより家の方が気楽でよくね。うん、まだミッション続いてる？ああ、事故だったら普段と違う生活リズムになってもログアウトされねえみたいだな。つか俺の体に馴染めてねえのに異能力使おうなんて思いますかね。恥ずかしかったんだから、しょうがないでしょ。
100% とか言って 10% も解放できてなかったし、それに悪霊が暴走したら終わってたぞ。そっか、ユーマが気を失ったらユーマに取り付いてる悪霊たちが。中身が俺じゃねえと暴れねえみたいでよかったわ。ユーマは一体どれだけの十字架に縛られて、で体調は？最悪、死にそう。ユーマ、毎日こんなに辛い思いして。墓？朝からずっと頭が痛くて、肩が重くて目がかすんで、もう限界。ああ、このまま横になって休んでろって。もう動けないから、また寝てもいい？ああ、でも悪い。悪夢ですぐ目覚めちまうかも。なんでそれで生きてられんのよ。毎日死にかけてますよ。息もできないくらい苦しくて、体が潰れるくらい重くて、一回寝たらもう二度と目を覚まさないんじゃないかってくらい辛いのに、それなのに熟睡することも許されないなんて。この手はいつ頃まで？朝になるまで。マジ？マジ？だってユーマがいないとこの苦しみに耐えられそうにないもん。勝手にトイレとか行くだろ。いや行かねえし、俺の口を真似るのやめろって。変態だから私の体見るだろ。見ねえよ。信用できない、だから手をロックしたの。え？いやいやだぞ、勘違いするな。わかってるよ、するわけねえだろ。ボケなせ。別に勘違いしてもいいのに。じゃあおやすみユーマ。おう、おやすみ。とりあえずは寝れたみてえだな。さてと、んじゃここから朝までじっとしてりゃクリアでき。ただいまー。うげ、そうだ、仮想現実にも姉貴だった。あー、お姉ちゃん疲れた。あ、ユーマ寝ちゃったんだ。ん？あれ、手なんか繋いでユーマと赤ちゃん付き合ったの？違う、これには深いわけが。お姉ちゃん嬉しい。じゃあさ、どっちが告白したとか聞きたいし、一緒にお風呂入ろ。はい。姉貴とお風呂？てか墓の体でとかありえねえだろ。無理、今日は無理です。ん？どうしたの墓ちゃん、いつもみたいにお風呂の中で歌ってみた対決もしよう。できないです、今日はできないですって。ほら、脱ぎ脱ぎしましょうね。やめろ、チャンネルが、このチャンネルが揺り押しになっちまうから。おい、こんなの流せるわけねえだろ。ちょっとは展開考えろっつーの。ミッションフェイルドだ、さっさとログアウトしろ、この変貌が。恋愛青春ミッション恐るべし。オレクロ人気投票開始。動画楽しかった？みんなにお知らせなんだけど、オレクロ初の人気投票やるよ。投票は概要欄に貼ってある URL から専用サイトに行って推しキャラ3人を選ぶだけだから。投票期間は9月24日までだよ。みんな投票してね。あ、そういえばさ、人気投票でトップ10に入ったキャラ全員が登場するスペシャルアニメも作るんだって。しかも1位がその動画の主役だよ。だから登場してほしい人や悪霊を選んで投票してね。以上、宣伝隊長のオッキーでした。それじゃあみんな、明日も幽霊になっちゃダメだよ。大好きだよ。今日も見てくれてありがとう。君も君の守護霊も大好き。げ、姉貴酔っ払ってね。早くこっち向きなさい。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。